皆さんこんにちは。ゆっくりです。本日は、追い込まれないと動けない人、の、一本をお送りいたします。どうぞゆっくり聞いていってください。なんでもっと早く始めなかったんだろうと毎回思うのにまた同じことを繰り返す。まさに俺。俺もです。前日というか本当にギリギリにならないと脳が動き出しません。やりたくないことは徹底的に先送り。ダメの真髄であります。結局始めた時にはもう微妙に遅いんだよね。その手の人って追い詰められると快感を感じるように脳がなっちゃってるらしいね。なんかの本で読んだけど。実は今もそんな状態。自己嫌悪だよ。まさに俺。しかも間に合わないことが多い。プレッシャーから一時的に逃げるべく努力を放棄することもしばしば。自分は一旦取り掛かれば意外とサクサクできるんだけど、結局時間が足りずに満足なものは仕上がらない。前日になって死ぬ気でなんとかできちゃったっていう経験を積み重ねていけばいくほど、だからこそ逆に安心しちゃって、結局また死ぬ思いをすることになる。放棄して放棄してどんどん取り残される。そして自己嫌悪また放棄。徹夜で朝4時5時あたりになるとほんと辛い。吐きそうになる。30歳過ぎるともうほんと眠さに勝てなくなる。まだ20代前半なのに俺もそう。俺はもう追い込まれ続けて投げ出し続けてるけどね。最終的に間に合わそうという意志さえなくなっちゃう。たまに人より早く始めて余裕な時もあるんだけどなぁ。テスト勉強とか前日夜中の1時2時にならないと始められない。いっつもダラダラしてる時間はいつも通りにダラダラしないと気が済まない。つうか今まさにすれたいの通り。今日の朝一に社長に出す資料、何も手をつけてない。学生の時の悪い癖が社会人まで続くとシャレになりません。みんなはこんな俺のようにならんように。ああ、今の俺だ。やる気ないぽ。もうすべてのレスに激しく同意。極限まで追い込まれてようやく初めてそれでなんとか間に合っちゃって、俺ってやればできる?とか思ってしまったのが人生の敗因。火曜日にある大事な会議の資料ができてません。今日頑張って休日出勤したものの、やる気が出なくて途中で放り出して帰ってきちゃったよ。土日全く作業やらなかった俺よりははるかに偉い。一緒にされるの嫌かもしれんがギリギリまで頑張ろうな。夏休みの宿題は8月31日の夜10時くらいからやり始めてました。それで思い出したけど、31日の夜中の2時から3つも作文書いて吐きそうになったことが、俺は徹夜は絶対できません。途中で諦めちゃう。試験の3日前せっかく休みなのに予習を始めるのは前日の深夜から。しかもすぐに飽きて朝方までネット。結局通学途中の電車の中でテキストを眺めるだけ。で、単位落として追試。追試でも同じことの繰り返しで。その間ずっと試験のことは頭にあるのに。レポート原稿用紙25枚を徹夜で書こうとしたことがある。20枚を過ぎたあたりから手が痺れてきた。私もまさにそんな感じだ。小2の8月31日の夜にマジ泣きしつつ読書感想文やったなぁ。大学の卒論はさすがに2日前に出せたけど、本質はあんまり変わってないわけで。みんな子供の頃に夏休みの最初に宿題終わらせるとかいう希望持ってなかった？確かに終了式の時にそんなこと考えていたなぁ。一度たりとも実行できたことはなかったんだけどね。高校の頃いつも試験直前になってやっと勉強して、赤点で補習受けてなんとか合格だったんだけど、最後の方はもう試験前でも勉強など一回もやらなかった。もう無理ぽだったから。
結局膨大な枚数の課題をやって温情で卒業しました。追い詰められてもダメでした。俺も大学の受験勉強ギリギリまでやらなかった。その結果落ちた。そうなんだよねー。時間がないって思うと頭が真っ白になっちゃうし、結局卒論間に合わなくて留年しちゃった。やっぱり今日できることは今日やるってのが基本だよね。特にいつからでも始められる受験勉強とかダイエットとかは特にね。明日できることは明日やるっていうんではいつまで経ってもできないからね。そんな理想論。明日はまずこれをやって次にあれをして、いろいろ頭の中で思い描いてみるものの、当日になると全くやる気が起きず結局何もしないまま。イメトレだけは完璧。ネットは大敵だ。いつもこれが邪魔をする。お仲間ザクザク。もしかしてみんな結構地頭はいいタイプ？本当はできるのにやらないというのがまた、自分はなんでこんなにダメ人間なんだ、と自己嫌悪に拍車をかけちゃう。自分は全くバカな人間だよ。卒論を一週間前に取り組み始め、泣きそうになりながらも仕上げたものは散々なものだった。教授は哀れみの目で、これ、卒論っていうかレポートとも言えないレベルだけど、かわいそうだから単位あげるね、と、隣の教授と笑いながら言ってた。なのに留年した俺。そして今、わずか7万の貯金がなくなるまで働かないと。いや、すぐにやれば苦労しなくて済むのになんでやる気起きないんだ？でもこんだけ同意してる人間が多いってことは実は世の中の半分くらいの人忘れたい通りだったりするんじゃないの？まあそうだったとしても目の前のレポートが完成するわけではないんだが。このすれたいは俺そのものだ。期限が迫ってるのになかなか手をつけずギリギリになって初めて、結局終わらないこともしばしば。ダメ人間な俺をどうにかしてくれ。ほんと俺って社会不適合者だ。諸事情であるものを買いに行かなくてはいけなかったんだけど、明日がそれを用意しないといけない仮期限で、まあ明日に間に合わなくてもギリギリでなんとかなりそうなので伸ばし伸ばしにしてて、スロット打ちながら、ああ、もうやめて今から買いに行こうかな、と何度も逡巡していたのだが、突然家にあるもので代用できることに気がついて、買いに行かなくてもよくなった。極限までほったらかしてもこういうこともあるのだな。しかしそんな確率はかなり低い。前回は3時間前に始めても大丈夫だったからまだ大丈夫。前回は2時間前。1時間前に。だんだんマージンが少なくなる。そしていつの日か破綻が来るんだな。私は前回の失敗を次に生かさないタイプです。大学辞めて引きこもりになってしまってもう人生追い詰められた状況のはずなのに、全く動じてない自分がいる。むしろこの状況に安心感を得ているから立ちが悪い。無職生活は1ヶ月までと決めていたのに早半年。ビーズのギリギリチョップって曲を思い出した。まさに今追い込まれている。明日のゼミの発表。レジュメとパワーポイントどっちも手つかず。死んでしまえば面倒なこと何もしなくて済むか。物騒なこと言いなさんな。でも確かに死ねば楽だよ。逆にいざとなったら死ねばいいと思えば少しは気が楽になる。英語で論文なんて書けない。なんでもっと早く手をつけなかったんだろう。明日提出のレポートを今日書き始めました。開始から6時間経ちましたが全く終わる気配がありません。前回の教訓を全く活かせずまたレポートの締め切りを明日に控えております。もちろんまだ白紙です。俺はアホです。前回間に合ったなら今回も大丈夫だよ。という考え方は危険か。おそらく危険でしょうね。前回も夜中まで半泣きになりながら仕上げたんで、いい加減こんなことやめたいんですが、
根っからの怠け者でして、極限のパワーってすごいものがあるがやっぱり早めに行動するべきですな。選択をしたのはいいが干すのがめんどくさく、なかなか干さず変な匂いしてきてまた洗濯する羽目に。いつもは飲みながらネットしたりしてるが、今日はしなきゃいけないことがあるからって飲んではいない。でも結局何もしないで気持ちだけ焦りながら結局ネットしてるこの時間が非常に無駄。早く終わらせれば一気に解放されるのに。グダグダしてる時間って本当にもったいない。激しく同意。大学生ですが試験中のレポート締め切りがその日の20時45分です。毎回前日の深夜にならないとワードすら開かず、ダラダラと徹夜しても終わらず、当日の日が暮れる頃からようやく焦り、結局出すのは20時半くらいです。アホですわ本当に。俺も今そんな感じだ。2週間もあったのに今から明後日提出の課題やってます。テーマも全く当てがないけど。前期卒業用の卒論、まだ手つけてない。今月提出なのに。どうしよう。大学のテスト勉強そろそろ始めないとやばいかなー。土曜日までに用紙1枚裏表びっしりのエントリーシートを書かなきゃいけないというのにまたネットとかしてるし、考えようともしてないし、明日から寝ないで考えればなんとかなるとか思ってるし、ああ危機感がないわ。明日自動車免許の試験なわけだが、効果測定を受けた時点ではまだ88点が最高。まだ本格的に勉強する気になれない。落ちたらごめんねママン。極限になっても果たして始められるのだろうか。俺ならできると思ってるから今日もサボれる。このタバコ吸ったらやる。今度こそ。続く。